象ですけれども、統合倫理を用いた市大 EST データベース ACEST の構築で、これはですね、最初の質問にありました、個別の研究者の方がデータベース作られると思うんですけれども、それと私たちの統合データベースプロジェクトの、コラボレーションというか、こちらがそういう個々の研究者の方がデータベースを簡単に作って公開できるようにっていうシステムを作ったんですけれども、それを実際に自主的にというか手を挙げて利用していただいたという、そういうコラボレーションの例でございます。それでは金谷先生お願いします。首都大学の金谷です。今ご紹介いただいたんですけども、私完全にベタベタなウェットな人間で、非常にこれまで聞いてましてアウェー感いっぱいなので、非常にプリミティブな発表になるかもしれませんけども、ご容赦いただきたいと思います。で、かなり多くの方がウェットのあまりバイオインフォマティクスに縁のない方がオーディエンスの中にかなりいらっしゃるのではないかという、そういう前提でちょっとプレゼンテーションを組みましたので、ちょっとプリミティブかもしれませんので、お聞き流しいただければと思います。で、私もワークショップのタイトルにある通り、情報技術的に本当に自立しなければいけないウェットな研究者の一人なんですけれども、で今回お話しするのは、先ほどご紹介いただきましたけれども、この統合 DBCLS が出しているサービスの中の一つの統合 DB というシステムを使って EST データベースというものを作りましたので、それの一つの事例ということでご紹介をさせていただきたいというふうに思っています。でまず話の前半の方で、実際にすみません、これすごくプリミティブなんですけど、紙芝居上に実際にどうやって作っていったかっていう例示をちょっとさせていただきたい。で、後半の方で実際の、作ったデータベースの内容を多少、宣伝の意味も含めてご紹介をさせていただきたいというふうに思っています。すみません。で、データベース、私のようなウェットな人間にしてみると、これ作るという一つの大きな壁がありまして、もちろんこういうどんなコンピューター、あるいはサーバーを使う、ソフトウェアを使う、あるいはそれに携わるのウェットウェアで人をどうするか。で、作ったらまたその後にその維持管理運用というような問題点も出てくるということで、実際にそこには人的にも時間的にも、あるいは経済的にもかなりのコストが生じてくるということになります。で、私のようなものにしてみると非常に敷居が高くなって、どうしようということに実はなってしまう状況です。で、これが統合データベース、統合 DB のトップページなんですけども、それで、EST のデータ配列を実は持っていましたので、なんかデータベース作らなければいけないなと思っているときに、本日 の, 主催者の人である中村先生から、統合 DB みたいなのを使ってみたらどうという、サジェッションをいただきまして、でちょっと見てみたところですね、すみません、これスナップショットの切り張りの紙芝居なので非常に見にくいんですけども、このトップページに書いてあることが、統合 DB は誰でも1分で簡単にデータベース構築が可能と書いてありました。でこれだったらいけるのかなと一瞬思ったわけです。で実際にやることとしては、この表形式のデータを、CSV 形式で保存して、それをサーバーの方に、もう DBCLS のサーバーの方にインポートするだけでデータベースできてしまうという非常に魅力的な文言が謳われていて、でさらにそれは先の問題なんですけども、それはもう全て DBCLS のサーバーでロスティングして運用をして、安定運用ということなので、安定運用していただけて、そのなので、サーバーの運用費用がかからないということで、先ほどお見せしたようないくつかの問題点がこれで簡単にクリアされてしまう、非常に便利魅力的なものであるということで、実際これを使って私たちは SIDA の EST データベースを作りました。で、ここからはもう本当にベタベタなウェットな人のためのプレゼンになってしまうんですけども、で実際にこの統合 DB のシステムでどうやって作っていくのかというところをちょっと紙芝居状態でお見せしたいと思うんですけども、先ほどありましたように CSV のファイルで、データを表形式で作ってそれを上げるということですので、例えばなんですけども、これ簡単に作ったこんな感じの、EST のデータの一部分だけなんですけども、こういうものをじゃあ上げてみましょうということで、これで、データベース作りましょうということをちょっとやってみると。
で、これよくおなじみの表計算ソフトで CSV 形式で保存をするということをしまして、それからいよいよ上げるということで統合 DB のページに入りまして、先ほどの演者の方もお話しされていましたけども、認証システムは OpenID なので、統合で OpenID をチェックしてこれを入力していただいて再認証をしてもらうと。で、いろいろちょっとアウトラインだけなので端折ってありますけども、で、いざ作るという時になると、データベース名入れてくださいということがあるので、新しいデータベースで、例えばシンポジウムの名前とかつけてで、言ってしまいましたけども OK を押すと、これで OK を押すと先ほどのページになりまして、で次はもうすでにファイルをアップロードしてくださいということになりますので、先ほど作ったCSV のファイルを自分のコンピューターの中から選択をして、このアップロードと言われるボタンをクリックすると、アップロードが始まります。間いろいろ、ヘッダーをどうするかとかいうその見た目の細工をしてくださいという、好きなように選んでくださいという部分もあるんですけども、そこは端折りまして、で結局最終的にはこのインポート画面が出てきて、この矢印をクリックするとインポートが始まるという状況です。でここにはテイクアワーと書いてありますけども、これサイズによって5分だったり10分だったり30分だったり2時間だったりできなかったりいろいろあります。であまり大きいとなかなか上がらない。で最終的にはそうこうしているうちにローディングが終わって出来上がると。やることはほとんどデータアップロードしてクリックしていくともうできちゃうというような、非常に簡便なステップで出来上がるというものです。で実際に先ほどのたった5行しかなかったんですけど、データはあれの、データベースどういうふうに出来上がるかというと、こういう格好で出来上がってきます。でもうほとんど元の CSV ファイルがそのままデータベースとして出てきているというような状況なんですけども、これがデフォルト一番最初 の統合 DB システムで出来上がるデータベースで、こんなふうにいろいろ機能を組み込むことがかなり用意されていまして、例えばここら辺のアクセッションナンバーのところはブルーになっていますけども、ご存知のようにもうブルーなのでリンクが貼れるようになっています。でカラムでこういうリンク設定をしておけば、例えば押せばアクセッションなので、DBJ のこのゲットエントリーのこういうものが、リンクで見れるというようなことになります。それからあともう一つ優れているのはこのサーチエンジンが実はあって、ここに検索ボックスがあります。で簡単なフレーズ検索ができるようになっていて、例えばハイメスというようなこういうキーワードを一つ入れて検索をサーチボタンを押すと、その文字列にあったクローンがこうやって検索結果として出されてくるということで、ものすごい数のデータがあれば非常に便利な検索機能になります。でそれからここに、ここでもそうですけど、アドバンスドサーチというものもさらにありまして、さらに高度な検索もできるようになっていて、そこを押しますとこういうような各列ごとの検索であったり、あるいは数値のある程度より大きい数字のものだけをピックアップするとかっていう絞り込みの検索とかもできるような、そういう検索システムがこれデフォルトで DB システムに入っているというものになっています。でもう一つ機能使いやすい機能がありまして、これ表計算ソフトみたいな感じに見えますので、ちょっと相当するというので今勝手に動いちゃいましたけど、このレングスのところを例えば左長ごとに並び替えたいというときにここを押すと、このように相当ができるというような機能もあります。でさらに基本的にはこれ先ほどの OpenID でログインした人たちだけのクローズのデータベースなんですけれども、できればウェブ上でパブリックに公開したいという場合には、この管理画面でここをポチッと押すだけで、簡単にウェブ上でこうやって、世界中に世界からアクセスできるようなデータベース公開があっという間にできてしまうというような非常に簡単な、ステップでデータベースが作れると公開できるというようなものです。で、これで前半部分終わって、後半でいよいよ我々が実際に作りましたシラの EST のデータベースのお話、ご紹介をちょっとさせていただくんですけれども、これは我々が使った、アジアンタムといわれるシラなんですけども、まずはちょっとその、実際に作ったデータベースを見る前にちょっと部分的な宣伝というか、なぜシラで作らなければいけないかというところをちょっとだけ皆さんにご理解いただきたいと思って、こんなものを用意しました。
で、これ植物の非常にものすごく大まかな系統樹なんですけども、まあ、こちら側に苔とかがいて、こちら側に種子植物、まあ、高等植物といわれるようなものがこちら側にいます。で、我々が今近似材料としているシダっていうのはこの辺の濃度にいる、まあ、高等と下等の中間というふうにいうような位置にいます。で、現状でそのゲノム DNA の配列情報とかいうもののリソースがどれだけ整備されているかという状況を見たときに、このゼミゴケであるとかヒメツリガネゴケ、あるいはイワヒバといわれるようなこの辺の下等植物のこの一群はかなり、ホールゲノムも進んでいますし EST も充実している。で、一方ではもうこちらの高等植物においては、シロイムナズラをはじめ稲とかその他いろんなものがたくさん作られているわけなんですけども、残念ながらこのシダに関しては現状でもほとんどそういうリソースが配列情報のリソースがないという状況でしたので、我々はこれを蓬莱シダで、マーチアンで EST を作るというのは省略してアセストというふうに省略をしています。で、実際に作った統合 DB のシステムを作って作ったものがこの表で、先ほどと同じように 表の状態になっていますけれども、同じようにリンクも貼れていまして、まあ、アクセッションを押せばこういうものが見えますし、まあ、一応クラスタリングをしていますのでコンティグ情報もここで得られる、あるいは小の部分、一番右側のカラムなんですけども、ここは各エントリー の配列の細かい情報、まあ、塩基配列情報であったり、あるいはホモロジーサーチをした結果、ブラストの結果とかもここら辺に全部格納していますし、まあ、ブラストの結果先ほどのところを開くと、まあ、おなじみのこの手のブラストのリザルトも見えるようにサービスをしているということです。で、まあ、今度は使う側で EST のデータベースでどんなものが欲しいかという立場に立つと、これだけではさすがにちょっとあんまり使い勝手良くないという格好になるので、さらにいろいろ情報を作り込むということで、ここら辺にタブをつけていろんなものを使えるようにしています。で、まあ、中の一つで、まあ、このアセストコンティグというところを見ると、まあ、コンティグのリストの一覧で検索ができるようになっていますし、アセストブラストというところに行けば、これはアジアンダムの EST のデータセットに特化したブラストがかけられるようなリンクを貼るというようなこともしております。で、最後に、ダウンロードという部分がありまして、これをしますとこの、実は統合の中でもう一つある、アーカイブサービスというのがいくつか話の中に出てきたと思うんですが、こういうところに実は載せていただきまして、我々の持っているEST のデータをダウンロードしていただけるようにも、サービスをしているという状況であります。で、まあ、ここ今までご紹介してきたように非常に簡単にできますので、まあ、なかなかいいものだというふうに思っています。で、実際ベラベラと私しゃべりましたけども、実際に作ってくれたのは候補者であるこの2人の女性の方が実際に作ってくれました。で、あと、まあ、アーカイブサービスも含めて、これを作るときに DBCLS の、西川先生をはじめ中尾さん、熊谷さん、山口静香さんに、多大なるご協力をいただいたので、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。で、まあ、最後まとめでもないんですが、まあ、とりあえずやってみるっていうのが一番簡単なことで、プリミティブなものなら瞬間的にできてしまいますよというこの話をまとめたいと思います。以上です。ありがとうございました。